あ、来た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 。ね。おなじみのサイレンヘッドですよ。大丈夫。はい、こんばんは、島津です。本日もね、フリーホラーゲームやっていきたいと思います。今回はですね、サイレンヘッドのね、新シリーズっていうか、まあ、新しいのが出てたんで、プレイしていきたいと思います。タイトルはですね、サイレンヘッドフィールドっていう、タイトルになってました。で、概要、ね、物語なんですけど、主人公が目を覚ますと、両親がね、いなくなってたと。で、どこに行ったんだろうっていう捜索をするゲームになってるみたいです。その間で、サイレンヘッドが出てくるのかなって感じですかね。はい、それじゃあやっていきたいと思います。ピット。え？デイセブンまであんの？デイセブンまである。結構長いな。長くなりそうだから、ね、ちょっと区切ってやっていきましょうかね。じゃあ、デイ1から。あ、こんな感じでムービー流れるのね。ま、ボリュームめっちゃ高くしてた。ビビった。サイレンヘッド歩いてきてるよね、これ。まだ見えないね。あ、来た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 。ね。おなじみのサイレンヘッドですよ。走り出したね。あ、来てる、外に。デイワン。これ主人公の農場でしょうね。やばい。サイレンヘッドいんね、近くに。急に流れ出した。まあ、このね、音声はもうサイレンヘッドおなじみですよね。なんか書かれてる。あっちに行けってことかな。あ、待って、サイレンが奥で光ってましたね。パトカー来てんのかな。あれはさすがにサイレンヘッドじゃないよね。Wake up your percent。行動を起こせってことか？ん？ E ボタン押してるよ。ん？あれ？なんか紙飛行機があるね。なんだこの紙飛行機は。あれか。サイレンヘッドを、注意をそらすためのものでしょうね。あ、あった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 。あ、ライト飛んないといけんかったんだ。ここにライトがあるみたいです。皆さん、プレイする人のためにもちょっと解説させてもらいます。窓開いてんな。窓開いてるぞ。来るか？いや、来ないね。チュートリアルだね。あ、やっぱね、サイレンヘッドの注意を引くんだ、紙飛行機で。ありがたいですね。日本語向けにはなってないから、こういった、ね、絵でのチュートリアルは。荒らされてるね。あ、こっから親が連れ去られたんだ。ダブルベッドっぽいから、ね、お父さんとお母さんが連れ去られた可能性があるね。紙飛行機あるやん。OK。紙飛行機は？こうやって使うと。あ、で、繰り返し使えないのか。あー、繰り返し使えないっぽい、これ。使い捨てです、皆さん。まずいな。もう使ってしまったわ。まあ、再利用できんのかなって思って。一回降りようか。あ、1階にもね、ご両親いないですね。OK、取った。また後使おう。開かない。鍵が閉まってます。ああ、閉まった閉まった。ついつい使っちゃった。ああ、もう。ついついクリックしちゃうから。うわー、やばいやばいやばい。もう、陽動に使うためのもの 2回使ってしまいました。無駄に。わー、これちょっと積むかもな。追われて終わりかもしれない。とりあえず外出てきたけど。あ、柵破ってるわ、サイレンヘッド。こっち行けないね。ミルクは取ることはできない。
これはちょっと見通しが悪いですね。あ、ライト消せるんだ。ライトあるとバレやすいよね。どこいる？ここは？なんもねえのかい。あ、奥にいた、今。多分奥いたよ。車あった。でもこれなんか使いなさそうだね。ボロボロ。うん。うわぁ、ボッコボッコに壊されてるよ、柵が。この中に多分、あれだよね。家畜がいたんじゃないですか。うん、牛とかが。それが逃げ出したと。待って、あ、うん。これ一種なんか放射線マークに見えたけど、違いますね。可燃性のものだね。牛が死んでた、ここで。なんで死んでんだ？サイレンヘッドに傷でも負わされたんですかね。あの柵を壊される時に。牛が死んでます。怖いな。とりあえずあそこ行かないとね、なんか、イベント始まらなさそうですね。ダメだ。取るもんがない。紙飛行機ないかな、紙飛行機。あった。言ってみるもんだね。取れない？紙飛行機取れない。マジ？あれ？ダメだ、ダメだ。ここの紙飛行機取れんわ。諦めた。じゃあ。Find your person in the field。ここで。まだ、襲ってこないね。来た？まだ大丈夫そう。何これ？あ、ライトないと全然見えないね。これ何？アクセスコード？あ、来た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 。結構入っ、あ、やばい。全然見え。待って、ごめん、積んだかも。書で積んだかも。ちょっと待って、バックして、バックして。いや、マジで見えん。危ない、危ない、危ない、危ない。今度農場何気にハイテクですね。あの小屋に入ろうとしたけど、ダメだった。鍵がかかってた。はっ！待って、後ろ封鎖されてんだけど。お。多分、あそこから逃げ出した豚ちゃんだね。後ろ封鎖されてる。なるほどね。この草の根はかき分けて進めないみたい。だから迷路だね。なに？え？サイレンヘッドにも、サイレンヘッド以外にも何回いるぞ、ここ。なんだ？今のは。え？ちょっと待って待って待って。来る？こっち。あ、サイレンヘッドかと思ったら電柱でしたわ。なんだ？何がいるんだ？この農場。やばない？今の。なんだっけ？農場で思い出す、まあ、怪物？化け物って言うと、ジーパーズ・クリーパーズだね。ジーパーズ・クリーパーズの手でしたかね？今のもしかしたら。皆さん知ってますかね？あ、これもスタミナの概念あるね。むやみに走れねえな。ちょっと待って。さっきの、暗所、番号も、気になるけど。すげえ、プギープギー言いながら。8！ いくつあるんだ？ねえ。待って、この小屋入れないよ。逃げる場所なくない？何気に、激ムズゲーだった。あ、やばい。いや、これ。これ逃げれるか。バレた。走れ。負けないかな、ライト消したら。全然見えねえけど。引っかかってる。あ、食べられちった。捕まっちゃったよ。サイレンヘッド足早いな。あ、ここからやり直しってことか。えぐいね。なかなかえぐいゲームですね。あかね。あのコード入れないとクリアできなさそうだね。でもそのコードを探るのはどこで探ればいいのか。いまいちわかんない。お？あれ？待って。マップの構造変わってない？ランダム？
ランダム仕様っぽいですよ。おっと、これ難易度激高だね。バレるかな、暗くしてても。ちょっと待って、大丈夫、バレてないバレてないバレてない、ほんと何も見えないね暗くすると下手したらどっか引っかかってるよ。まあ火の光っていうか月すらねないからね。あ、こんなんなかったよね。あ、入れる入れる入れる。避難場所発見した。これあるとありがたいね。でもどっかコードを探さないといけない。コードどこあるんだよ。確か。どこかね、コード。ちょっと待って。来てる？8だから、ちょっと8って打ってみる？あ、はいはいはい。ごめんごめん。ちゃんと見てなかった。問題が書いてあったね、ここに。ちょ、待って。これ待って。考えんのす。難易度高えぞ、これ。あれを理解しないといけない。じっくり考えれば、全然理解できるけど。赤が4。赤が4だ。赤が4で、黄色が2。ですね。あ、下に書いてあるやん、4。ん？黄色が4だって。黄色が4。ごめんごめん。あ、だね。黄色が4だね。あー、ごめん。ごめん。ちょっとごめん。あ、黄色が4で、ピンクがね、2です。ピンクが2。オッケーオッケーオッケー。ちょっとごめん。焦りすぎて、しっかり理解しきれてなかった。オッケー。はいはい。2だね。2。5。あ？あ、5。5。2、3。3。3。で、2。オッケー、来た。あ、そういうこと、3つ突破しないといけないんだ。3つ突破じゃない。3つ解読しないといけないんだね。この農場のこの機械って何の意味があるんですかね。ねえ、農取りしてる場合じゃないよね。ここは農場ですよ。農作物を育てないといけないのに。なんでこんな農トレ機械を置いてるんでしょうかね。しかも結構でかい農トレ機械。現状だと、今だとね、スマホで十分ですからね。こういったソフトなんて5万とあるから。次行きましょうか。これ、保存されればいいんだけどね。捕まっても。ランダム仕様はなかなかですね。ちょっと運要素も絡んでくることになりそうだから。走ろうか。びっくりした。びっくりした。やっぱ出てくんだね、こいつ。おー、待って。あっち行った、あっち行った。やばい、こっち来てる。ちょっと、どっか行ってほしいな。待って、こっち来られたっつ。あれだ？あれだ？あ、待って、バレてない。バレてる。ちょっと待って、暗くする。ちょっと待って。危ない。しゃがめばバレなくない？しゃがめばバレない。多分。ね、いつサイレンヘッドに襲われるかっていうこの緊張感が、すごい、自分の精神を、削り散らしてます。え、いる？どっか？え、いた。あ、あそこいなかった？大丈夫？幻見てる？幻じゃないよね？いたよね？今。今度さ、草のこの背丈。でもパッてこう見るだけでもサイレンヘッドかって錯覚しちゃう。うわ、サイレンヘッド目の前にいた。あ、草やって。なんか、ほんとえぐい。あった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 。わあ、光光と光ってる。
ここと光ってますよ、ここ。は？は？あ、ここがゴールなんだ。でも、ゲートをオープンしてないから。ちょっと待って。いける。非常事態、行き止まり。消す。消して。落ち着く。あ、やばい、積むかも、これ。しゃがんで。危ない。こっち来てる。バカじゃないの？大丈夫。はぁーっ！もう。このサイレンヘッドあれだね。あの、サイレンのところ白いですね。あの、女の人かもしれません。化粧してる。じゃないですか。うん。サイレンを化粧してるのかもしれない。おー、ラッキー。近い。装置があるところが近いよ、今回。うん。はい。はぁ！問題が、いろいろ違う。はい。いや、は？これ固定や。来てる。来た！あー、やっぱ。やり直しなんだ。はい、これね。内容一緒だよね。内容一緒だから。待て、落ち着け。5、3、2、OK。よし。いいぞ。あ、待て、迷子5個。こっちみんな。オッケー。しー。このまま俺は、隠密で行く。いい？大丈夫？離れた。危ない。ちょっと黙って。マジで。ちょっと待って、あの機械の周り探そうか。なんかヒントあるかもしれない。字が書いてある可能性がある。戻ってくんなよ。戻ってくんなよ。オッケー。あっち行け、奥行け。なんかねえか、近くに。ヒントちょうだい。あ、違う、字じゃねえな、これ。なんだろう。あー、積んだ！くっそが！早いよな、無理だな、これ、無理だな。無理だー。ふざけるな、バカたれー。あー、もう。えぐみ。大丈夫？クリア。これは？出た。あ、なんか上に書いてあるやん。見て、ここ書いてあるよ。わからんって黒字で書いといてよ。There is a in the... ちょっと、ここちょっとスクショ撮って。スクショ撮って。ちょっと、あの、解読してくる。There is a in the aquarium.水族館にあります。だってこれ水族館にいますっていうのを指してる。 There is a、 ちょっと待って、水族館にいる。魚この、まあ、ちょっとみんなのところだとね、あの、この画面見えてないんだけど、ちょっとね、下線が引いてある部分があるんですよ。水族館に魚がいます。文面としては成立してるよね。あ、しまった！え？あ、あ、嘘！あの、あ、来た！フィッシュで合ってたっぽい。しまった！いやー、紙飛行機で読んじゃったよ、あいつ。紙飛行機2等しちゃった。
ああ、もう、かい、だ、捕まった。ごめん、これは、いけ。ついに使ってしまった、最後の紙飛行機。バレてない。バレた。もう、いや。もう、いや、ここだったみたい。ああ。なんか牛が死んでる、すんげえでかい牛が死んでる。えぐいて、このホラーゲーム。えぐいて。ああ、こう。来た、おう。ありがたいね。ゲートあそこにあるよって知らせてくれてる。いや、もうこれはクリアしたい、マジで。惜しみなく使っていくぞ。はあ？わ。あ、やばい。口が、開きっぱなし。自分でもわかってる。わかって、来た、あっ。よいしょ。じゃあ、勝利の紙飛行機じゃ。あ！え、嘘でしょ？で、いつだよね？え？イベントだよね？え？あ、およかった。で、いつだった。よかった。びっくりしたって。突然現れたからさ。しかも紙飛行ね、なんか実はゲートの後ろ側にいて、今勝利のね紙飛行機だーってあっちに投げたじゃないですか。それを追ってきた、たまたまそこに自分がいたって、そういった展開だったのかなって思わされたんだけど、違いました。あー、辛い。はい、ということでね、本日はねサイレンヘッドの新シリーズが出てたんでプレイさせていただいたんですけどね、なかなか鬼畜なこうランダムマップ性の、謎解きゲームでしたね。ハラハラした。どうにかデイワンクリアです。で、次回はそうだね、デイツーやっていければいいかなって思ってます。はい、なのでまあね、また上がるようでしたらね、見てやってください。よろしくお願いします。それでは島津がサイレンヘッド、フィールドをね、鹿児島から送りさせていただきました。失礼させていただきます。バイバイ、ありがとう。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。